カピーチュどうも、そうです。はい、ということで、本日はですね、大晦日、2023年12月の31日ということでですね、もう今年も終わってしまいますね。年々こう1年過ぎるのが早いなと感じ出してはいるんですけど、ご覧いただいている皆さんも今年1年はどんな1年だったでしょうか。まあ、スニーカー好きにとってはですね、まあ今年はちょっと痛い1年と言いますか、というのもですね、定価が上がったじゃないですか、かなり。ジョーダン1でも2万7000円になってたりとか、真っ白のローカットのエアフォース1でも1万5000円であったりとか、もう結構な値上げやったじゃないですか。まあそれもあってですね、まあスニーカー好きっていうところもそうなんですけど、まあそれ以外のね、こう物価っていうところも上がってはいるので、まあ全体的にというところではあるんですけど、まあちょっと痛いなっていう1年だったかなと。でですね、まあそんな前置きは置いといてなんですけど、まあ毎年恒例のですね、今年1年2023年に買ってよかったスニーカートップ10をですね、今日はやっていきたいなと思います。多分今までであれば買ってたであろうモデルとかもですね、まあ今年はちょっと控えてたりとか、まあそういうのもですね、まああったりするかなと思うんですけど、まあ今日もですね、こちらウームで撮影しているんですけど、持ってくる時に数えたらですね、あんまり変わらなかった。結果買いすぎです。ということでですね、早速本題、そのトップ10をですね、紹介していきたいなと思います。はい、ということで今年買ったスニーカーを全部並べるとこんな感じでございます。やっぱね、これ毎年感じることではあるんですけど、こうやって並べるとやっぱすごいっすね。いつも通りね、今年もいっぱい買いました。ということでですね、まあ早速そのランキングトップ10を紹介していきたいなと思うんですけど、まずは第10位ですね。まあこの一足はですね、まあ何年か前にですね、このモデルの存在を知って、これが渋いなと。で、いつか復刻したらいいなと思ってたんですけど、今年ようやく初めて復刻された一足です。それがこちらですね。ナイキマックアタックライトスモークグレーでございます。まあ、これはですね、もうほんまにようやく復刻された一足かなと思うんですけど、1984年に登場したですね、テニスプレイヤーのジョン・マッケンローのシグネチャーモデルとして登場したモデルなんですけど、まあ、名称はですね、まあ、当時とは変わって、今はナイキアタックっていう風に変わってるんですよ。で、まあ、もともとはですね、これテニスシューズではあるんですけど、その1984年当時のモデルをですね、なんかこうインスタとかを見てるとですね、たまたま上げてる方がいらっしゃって、それでめちゃくちゃ渋いなと思って調べたんですよ。で、まあ、なんせその当時のモデルがですね、めちゃくちゃ味が出て渋い感じになってて、で、最初ですね、これが発売された時なんですけど、最初ポップアップかなんかでのみ発売されたのかな、ユニオンのみやったかなと思うんですけど、そこの抽選で買えなかったんですよ。で、うわどうしよう、これでも欲しいしなと思って、これはスニーカーで買ったんですけど、その後ね、スニーカーズであったりとか普通の他の店舗ですね、でも発売があって、まあ急いでそんな買わんでもよかったかなと今になっては思うんですけど、ただこれに関してはやっと復刻されたという思いもあって、で、シルエット的にもですね、そのテニスシューズっぽいシルエットでもなくてですね、どっちかというとバッシュに近いような、そんな感じのシルエットなんですよね。で、まあこの12月で言えばですね、トラビスコットのモデルですね、まあこれのスーシュが、サイドのスーシュが反転したモデルで、ヒールのところに角立ちジャックのロゴが入ったモデルが発売されたんですけど、僕はそれ狙わなかったんですよ。まあシンプルにこのオリジナルがあればいいなと思ってて、で、これに関してはですね、オリジナルから当時2色発売されたんですよ。で、それも復刻されまして、こちらの白黒ですね。はい、僕はもうこの2色があれば十分。まあ同じ系統のね、モデルではあるんですけど、こっちの白に関してもですね、もうどんどん履き込んでいって、この白のメッシュの部分がどんどん黄ばんでいって、それぐらいがちょうどいいモデルかなと。まあこれはね、もう何年もかけて育てていきたいなと思っている一足です。続きまして、第9位のお気に入りスニーカーですね。この一足はですね、多分今までであれば買ってなかったであろう一足ではあるんですけど、ただデザイン的にはですね、結構グッときた、気に入った一足なんですよ。それがこちらでございます。アシックスのゲル NYC アイボリークレーグレーでございます。はい、僕がですね、珍しくアシックスです。で、この一足に関してはですね、多分今までであれば買ってなかったであろうモデルではあるんですけど、というのもですね、アシックスのスニーカー自体僕今まであんまり買ってないんですよ。というのもですね、僕ぐらいの世代の方であったりとか、僕よりちょっと上の世代の方であったりとか、であればですね、学生時代スポーツされてた方であればわかるかなと思うんですけど、やっぱり部活のイメージが強くて、なんかこうアシックスのスニーカーって言ったとしてもですね、その普段履くっていうイメージが全然わからなかったんですよね。やっぱり個人的にずっと野球やってたので、野球のスパイクっていうイメージが強くて、あとはもうがっつり乱収とか。ただですね、このゲル NYC というモデルがリリースされて、で、特にこのカラーですね、特にこの黒、白、シルバー、グレーと、すごいカラーリング的にもシンプルで使い勝手もいいなと。で、このデザインっていうところなんですけど、そのサイドのラインの部分ですね、ここがですね、スウェードになってて、ここの面積が狭くなってるんですよ。それでですね、なんかこう嫌な感じがしなくて。で、まあこのゲル NYC というモデル自体ですね、まあいろんなカラーがもうこれまで発売されてるんですけど、特にこのカラーが気になってですね、その発
売される時なんですけど、抽選申し込んでたんですよ。ただ抽選外れて、まあやからそのアシックスのスニーカーにはちょっと縁がないんかなっていう風に思ってたんですけど、その後ですね、リストックされてるっていう風にですね、ツイッターの方でリプで教えてくださった方がいらっしゃったんですよ。で、しかも僕のサイズの27センチがリストックされてて、あ、これはちょっとなんかの縁やなと思ってポチったら普通に買えて、で、届いてこう実物を見るじゃないですか。全然ええなとデザインも。で、履いたら履いたらやっぱりアシックスですよ。もう履き心地はもう抜群に。で、カラーリングっていうところもですね、すごい使い勝手がいいのと、まあ、ここ最近そのテック系の人気の流れってあるじゃないですか。ただ個人的にですね、そのがっつりシルバーが入ってるモデルであったりとか、そのテック感が強すぎるモデルって僕ちょっと苦手なんですよ。ちょっと抵抗があって。ただこのモデルに関してはですね、そのシルバーが入ってたりとかっていうところはあるのはあるんですけど、程よい感じでそのスポーティーさも抑えられてるというか、で、精度も結構多く使われててですね、結構カジュアル感も強くて、その今まで発売されてるそのいろんなカラーのゲル NYC ですね、の中でも僕はこれが一番好きですね。これを買ったことによってアシックスの見方がだいぶ変わりました。まだ買ってはないんですけど、他のアシックスのモデルですね、そのゲル NYC 以外にも、1130、1130かな、春スタジオのコラボであったりとか、あの辺もちょっと気になってて、まだそこまで手は出せてないんですけど、こうアシックスの見え方がだいぶ変わったなっていう一足です。続きまして第8位のお気に入りスニーカーですね。これはですね、もうこのカラーの復刻をめちゃくちゃ待ってたっていう一足なんですけども、こちらでございます。ナイキエアジョーダン3レトロのホワイトセメントリーマジンドでございます。エアジョーダン3の中でもですね、こういろんな好きなモデルっていうのはあるんですけど、その中でも好きなのが1、3、4、11、まあ5も好きかな。まあその中のエアジョーダン3なんですけど、まあ、そもそもですね、そのエアジョーダン3のこのボリューム感、シルエットっていうところがもうちょうど良くて、で、今までもですね、まあトゥルーブルーであったりとかいろんなカラーっていうのは買ってはいるんですけど、このホワイトセメントですね、これの復刻をずっと待ってたんですよ。そしたらまあ去年ぐらいからですね、エアジョーダン1のロスト&ファウンドが発売されたじゃないですか。で、そっからですね、リーマジンのシリーズということで、まあちょっとデザインを変えて発売させているんですけど、まあこのジョーダン3ホワイトセメントもですね、そのリーマジンのシリーズになってまして、ミッドソールがセールカラーになってるんですよ。で、まあこれが発売された時まではですね、そのリーマジンドシリーズってその当時のモデルをこうなんかヴィンテージ感を演出したような、そういうシリーズやと思ってたんですけど、まあこのロイヤルが発売されて全然違うかったなと。で、まあこれに関してはですね、そのミッドソールの部分に関してはそのヴィンテージ感を演出したモデルではあるんですけど、個人的にですね、エアジョーダン3のヴィンテージ感って何っていうところがちょっとあって、というのもジョーダン1であればですね、わかるんですよ。そんな下水文化でボロボロになってっていうところではないと思うので、ただジョーダン3の当時のモデルだったら 100% 加水分解してるはずじゃないですか。だからね、そこに関してはうんっていうところはあったんですけど、ただこのセールからこれぐらいの色味であればまあ全然いいなと。で、本来であればですね、まあこのモデルですね、もっとランキング上でも良かったんですけど、まあ8位っていうところには理由がありまして、このセメント柄のこの色味ですねっていうところがもう左右で全然違うんですよ。で、これかなり個体差あるみたいなので、まあこれはそのリセールでそのオンラインとかで買う場合はですね、まあ注意が必要な部分かなとは思うんですけど、ここがちょっと残念。まあ、入ったらね、もう正直分からんちゃ分からんところではあるんですけど、ここがちょっと残念やったなと。まあでもジョーダン3のホワイトセメントに関してはですね、まあ今後普通のそのオリジナルからそのリーマジンドとかじゃなくて、もう普通のやつが発売されたとしても多分買うと思う一足です。続きまして第7位のですね、お気に入りスニーカー、まあこの一足に関してはですね、そこまで人気モデルっていうわけではないかなと思うんですけど、個人的にはカラーリングがめちゃくちゃ好みで、それでですね、まあ選んだ一足ではあるんですけど、こちらでございます。ナイキウメンズエアジョーダン1レトロハイ OG のリバースレイニーでございます。はい、こちらの青黄色のモデル、マイケル・ジョーダンが通ってた高校のレイニー高校のですね、チームカラーで配色したエアジョーダン1なんですけど、今回リバースレイニーということで、昔これの反転カラーですねっていうのが発売されてたんですよ。で、それの反転ということでですね、まあリバースレイニーということなんですけど、個人的にはこっちのカラーリングの方が良くて、この青黄色のカラーリングはもう個人的にはもうドンピシャで良くて、で、ただですね、このモデル1個謎なのがですね、まあシューターの部分なんですけど、ここがですね、ナイキエアのロゴなんですけど、タグなんですけど、黒赤になってるんですよ。これがなんでやろうなっていう風に思ってたんですけど、個人的な回答としては、僕の予想としてはですね、この高校レイニー高校で、ここはシューターのところですね、ここはシカゴブルズプロですね、そこのチームカラーをこうレイニー高校からシカゴブルズっていう風に表現したんかなって個人的には思っています。ただ実際のところは未だに答えは知りません。ただまあこれに関してはですね、まあ今回ウィメンズモデルで発売されたんですけど、まあメンズモデル
で発売されてて欲しかったなと、ちょっと横がね、当たるんですよ。サイズミスったかなと。ウィメンズモデルを買うときはマジでサイズ感が難しい。これがもし今後そのウィメンズモデルじゃなくてメンズモデルでまた出たとしても僕は多分買うと思う。続きまして第6位のですね、お気に入りスニーカー。まあこれはですね、まあ去年ぐらいからですかね、このシリーズのモデルっていうのをちょこちょこ買うようになりだしまして、でようやく今年に入って買ったモデルではあるんですが、まあなんせ履き心地が抜群にいい、こちらのニューバランスの993グレーですね。これはマジで一足もっとで損をしない。まあ言わずと知れたですね、もうニューバランスのメイドイン USA 900番台の、993なんですけど、まあこれはもうそんなに多く喋ることはないんですけども、なんせ使い勝手がいい。このシルエットであったりとかこのバランス感。で、もうニューバランスといえばこのグレー柄ですよ。まあ去年ですね、ニューバランスの990の V6 ですね、まあ発売されまして、先行発売されたタイミングで僕はそこで抽選で買えたんですけど、あれの履き心地が抜群に良くて、履き心地だけで言うなら V6 なんですよ。で、この993ですね、その履き心地だけじゃなくて、そのデザインも含めて総合点は、やっぱり V6 よりもですね、こっちの993の方がめちゃくちゃ好み。まあ多分ご覧いただいてる方の中でですね、こうスニーカーをいっぱい買ってる方であればですね、まあ持ってる方も多いかなとは思うんですけど、そうじゃなくてですね、まあニューバランス手を出したことがない方であったりとか、この993を持ってない方はですね、一足持っておいて損はしないと思います、これは。まあニューバランスはですね、まあ沼だといろんな方に言われてまして、まあ僕もですね、その沼に浸からない内容気をつけてたんですけど、気づけばもうどっぷり使ってました。今までほぼほぼナイキしか買ってなかったのにニューバランスがめちゃくちゃ増えましたもん。まあニューバランス買ったことがない方であればですね、まあ2002が一番こう価格帯的にもですね、まあ手を出しやすいモデルではあるかなとは思うんですよ。個人的にもう2002は履かなくなったんですよ、このメイドイン USA シリーズを買ってから。なんかそういうのを考えると、まあこの993であったりとかをまあ一番最初に買ってもいい気はする。まあ安くはないけど、ただまあ992とかに比べたらプレネもまだそこまでではないので、まあ、ニューバランスで言えばですね、まあ、大谷翔平選手ですよ。大谷翔平選手コラボマジで出てほしい、来年2024年。続きまして第5位のお気に入りスニーカーですね。これはですね、もう並びがマジでしんどかった。もうそこの抽選でね、その並びの抽選でね、まあ買えたら一番良かったんですけども、こちらでございます。シュプリームコラボのナイキ SB ダンクローラメル G でございます。この並びはマジでしんどかった。まあ、このモデル自体はですね、ナイキ SB とシュプリームのコラボモデルなんですけど、アッパーにですね、そのラメルジーのアートワークっていうのを落とし込んだモデルなんですよ。で、ハイカットとローカットが発売されまして、僕はローカットの方を買ったんですけど、もうこれはですね、もう発売されるって聞いた時にですね、もうマジで欲しくて、そのシュプリームの店舗にですね、そのラメルジーの絵画っていうのが展示されてたんですけど、そのアートワークを落とし込んだモデルなんですよ、その展示されてた。そのあたりのこう、ストーリー性であったりとか、このアートがこう落とし込まれたデザインであったりとか、まあ、やっぱりアート系のモデルで言えばですね、パリダンが連想されるかなと思うんですが、他にもアシックスであったりとかいろんなモデルがあったりするんですけど、やっぱりこう個人的にナイキが好きなので、で僕はですね、もうこれ欲しいなと思ったんですけど、めちゃくちゃ久々にこうシュプリーム並びに行ったんですよ。でまあここ最近ですね、あんなに人が並ぶような並びに参加してなかったので、ちょっとびっくりした。やっぱ並ぶなと。で、その抽選のシステムが今のシステムに変わってからですね、初めて並びに行ったんですけど、まあそっからですね、トラブルがあって、うんともすんとも言わずに、結果12時間原宿にいて、ただまあ昔のシュプリームの並びに比べたら全然楽ではあったんですけど、まあここ最近そういう並びに参加してなかったのに疲れた。でね、その疲れもですね、変えてたらよかったんですけど、変えなくて。けどやっぱりこれは欲しいなというのでですね、もうプレネで僕は買ったんですけど、これはもうやっぱ買ってよかった。ただまあ思ってた以上にですね、プレネっていうところもそこまで跳ねてなかったので、まだこれは買いやすかった。多分これがですね、そのダンクブームの、ダンク人気のピーク、その絶頂期であれば、もっとプレネついてたんやろうなと。それはちょっとゾッとしたけど、ただまあやっぱりこの一足に関してはやっぱりストーリー性ですね。まあそういったところがやっぱりあるかなと。ナイキのスニーカーって結構そのバックボーンというか、そのストーリー性があるモデルって多いじゃないですか。なんかそういうのを聞くと余計に欲しくなりますよね。続きまして第4位のお気に入りスニーカー。まあこれはですね、まあやっぱり僕の好きなもの、スニーカー以外にもですね、いろいろ好きなものってあったりするんですけど、それのコラボモデルになってまして、動画では言ってなかったんですけど、実は2足買ってるモデルですね。それがこちらでございます。スパイダーマンコラボのナイキエアジョーダン1レトロハイ OG ネクストチャプターでございます。
はい、こちら実は2足買ってます。まあ、こちら何かというとですね、まあ、今年公開された映画のスパイダーバースのアクロス・ザ・スパイダーバースっていう映画があったんですけど、それのコラボモデルになってまして、まあ、スパイダーバースコラボで言えばですね、前回のオリジンストーリーに続いて、これが第2弾になるんですけど、これはですね、もうなんせすげえなと。まあ、そのスパイダーバースのアクロス・ザ・スパイダーバースの映画ですね、見た方はわかるかなと思うんですけど、マルチバースがテーマと言いますか、まあ、前回もそうなんですけど、マルチバースをテーマにしてまして、今回のこのスニーカーにもですね、エアジョーダン1にもそのマルチバースを表現したようなデザインになってるんですよ。っていうのもですね、アッパーのこのレザーの部分ですね、本来であればこのつま先であったりとかしても普通にレザー1枚のレザーがこう使われているんですけど、もう普通のエアジョーダン1では考えられないようなこの素材使いなんですよ。もうすごいところでこう切り返してて、もうこの切り返し、その赤のこういろんな素材を使ったこの表現方法っていうのがマジでそのスパイダーバースのその映画の中のその空気感っていうのをこううまいこと落とし込んだモデルやなと。もうこれがたまらなくすごいなと思って。でしかもやっぱりマーベルが好きなので、やっぱりマーベルコラボのスニーカーってやっぱりそそられるわけですよ。まあ、今年で言えばですね、ビッグナイキをですね、あのスニーカーコンで買ったりとかしているんですけど、やっぱりマーベルコラボは欲しい。今ちょっとずつ集めていこうと思っているのがあのベイプスターなんですけど、あれもちょこちょこ全部集めたのかなとは思ってるんですけど、まあやっぱり今現行出てるモデルですね。でまたスパイダーバースのその映画ですね、が面白かったっていうのもあるんですけど、もうマジで次のスパイダーバースのその3作目、これが楽しみすぎる。来年かな ?2024 年かな。で、この1足に関してはですね、先ほども言ったんですけど、2足買ってるんですよ。で、これ今持ってきてるのはですね、白用なんですけど、玄関先に、飾り用でもう1足あります。っていう、今年買ったスニーカーの中で唯一2足買いしたやつです。多分僕の動画を普段からご覧いただいてる方であればですね、わかるかなと思うんですけど、僕普段2足買いとかしないんですよ。もうそれぐらい僕の中でもこれはやっぱすごいなと。ただまあこの1足ですね、まあ使い勝手がいいかと言われたら、まあ使い勝手は良くないとは思う。結構その赤のいろんな赤を使っているのは結構派手なので、まあどっちかというとこれに関しては履くスニーカーというよりもコレクションする方であったりとか、マーベルが好きな方はまあハマるかなと。続きまして第3位のお気に入りスニーカーですね。これはですね、一番最近買った、今年2023年の、買い納めのスニーカー、こちらでございます。ナイキエアフォースワンローのジャッキー・ロビンソンでございます。はい、もう動画を出したばかりのこちらです。もうこれに関してはやっぱり野球が好きな方にとってはもう本当にたまらないなと。まあ去年もですね、ジャッキー・ロビンソンのモデルで言えばダンクが発売されまして僕も買ったんですけど、まあやっぱりその第2弾ということでですね、これに関してはもうなんせすごいなと、動画で紹介したのでもう簡単にこれは喋るんですけど、このシュータンの部分ですよ。このブルックリン・ドジャースですね、当時ジャッキー・ロビンソンが在籍してた球団のロゴがここに入ってる。これがもうほんまにすごい。今までね、いろんな野球関連のモデル、シグネチャーモデルですね、まあノモマックスであったりとかグリフィーマックスでジーターのエアジョーダン111とか持ってはいるんですけど、どれも球団のロゴは入ってなくて背番号とかは入ってるんですよ。でこの球団ロゴが入るモデルで言えばですね、その選手が履くやつですね、その P モデルぐらいしかマジでこの球団ロゴって入ってるやつなくて、一般販売されるモデルで全然ないんですよ。まあ古い球団なので、まあそれで使えたのかなと。今のロサンゼルスドジャースのロゴっていうのは多分入れれないんだろうなとは思うんですけど、でまあプラスね、MLB のユニフォームっていうのが全部ナイキに変わったことで、まあこういったことができるようになったのかなと思うんですけど、まあこれはたまらん。ただこの一足に関してはですね、僕はしばらくは履かない。多分ね、しばらく飾ってると思います。やっぱりね、ジャッキー・ロビンソンってそれぐらい偉大な選手なんですよ。もう本当にジャッキー・ロビンソンがいなければ今の MLB にいろんな国の選手が参加したりとか、それこそ日本人選手が参加したりとかっていうのはなかったかもしれないので、まあいずれもしかしたらあったのかもしれないんですけど、まあそういった道を切り開いた選手ということで、やっぱり履くって考えるとちょっと偉大すぎるなと。ダンクに関してもまだ一回も履いてないんで、もう基本的に買って履いてないスニーカーってないんですよ。だいたい全部履くんですよね、普通に。まあその履く回数の頻度っていうところはバラバラですけど、ただ買ってまだ一回も履いてないスニーカーっていうのはもうその2足だけですね。まあさっきのこのスパイダーマンに関してはですね、まあ飾り用でもう1足買ってはいるんですけど、その1足しか買ってないスニーカーで一回も履いてないっていうのはまだ一個もないですね。やからこれを履くときはですね、次そのドジャースタジアムで試合を見るときとか、そういう MLB が関連した時に履きたいなと思います。続きまして第2位のお気に入りスニーカーですね。もうこの1足に関してはですね、もうデザインの雰囲気もめちゃくちゃ渋いなと思いますし、あとは履き心地、これも抜群にいいなという1足。それがですね、こちらでございます。ストーンアイランドコラボのニューバランス991V2 でございます。
これはマジで渋い。で、個人的に初めてのストーンアイランドコラボ。まあ、ニューバランスとですね、まあ、ストーンアイランドで言えばいろんなモデルですね、まあ、いろんなコラボモデルを発売してはいるんですけど、今年ですね、その991をアップデートして V2 が発売されたんですけど、その一作目として登場したのがこちらのストーンアイランドコラボ。で、個人的にもですね、その991の V2 初めて買えますし、もともとのその991っていうのもですね、持ってなかったんですけど、今回その V2 にアップデートされて履き心地も良くなっていると。で、実際に履いてみたらですね、ちょうど良くて、やっぱりそのニューバランスのスニーカーの中で一番僕の持ってる中でその履き心地がいいっていうのは V6、V6 なんですけど、 V6 って全体的にこう柔らかい印象なんですよ。で、この 991V2 もですね、全体的に柔らかいのは柔らかいんですけど、このヒールの部分と前足部分ですね、ここで柔らかさがちょっと違うんですよね。かかとの方はですね、結構柔らかいんですけど、つま先の方がちょっと硬くなってて、まあ硬いって言っても全然柔らかいんですけど、その柔らかさの違いっていうのがあって、それがなんか歩きやすいなと。それで 991V2 めちゃくちゃいいなと思って。で、しかもですね、今回のこのストーンアイランドコラボですね、まあやっぱり黒ベースにこのメッシュの部分ですね、ここがオリーブになってて、このカラーリングっていうところがまた渋いなと。で、991の V2 他にもですね、いろんなカラーが発売されてるんですけど、このストーンアイランドコラボですね、違うのがこのメッシュ部分なんですよ。このメッシュがですね、その格子メタルをイメージしたようなメッシュになってるんですけど、これがめちゃくちゃかっこいいなと思って、全然見え方が違うんですよ、普通のグレーと。なんかこのメッシュとですね、このカラーリングが相まってですね、めちゃくちゃ武骨さを感じるんですよ。個人的にはそれがめちゃくちゃいいなと思って。で、またこれアウトソールもですね、これクリアソールになってまして、ここにですね、ストーンアイランドのロゴが見えるようになってて、これはもうランキングとしてはめちゃくちゃ高いし、めちゃくちゃ満足度もある一足です。ということでですね、今年2023年買ったスニーカーの中で一番お気に入りのスニーカー、第1位ですね。もうこれに関してはですね、もうカラーリング、色味っていうところもそうですし、まあ買うまで届くまでにもいろんな経緯があったモデルです。それがこちらでございます。アママニエルコラボのナイキウメンズエアジョーダン5レトロ SP ドーンでございます。はい、まあいろいろあったモデルですよ。届くまでめちゃくちゃ時間がかかった。まあこちらですね、まあアママニエルコラボのエアジョーダン5なんですけど、まあ発売されるその情報が出た時にですね、もうなんせカラーリングが絶妙にいいなと。アッパーのレザーの部分ですね、ここもですね、パッと見は白かなって思ってたんですけど、全然白じゃなくてですね、ちょっとグレー寄りというか、なんかその絶妙なカラーリングなんですよ。で、このアッパーのその白のレザーの部分ですね、ここもですね、その普通のスムースレザーとは違ってですね、なんて言ったらいいんだろう、こう皮を舐めしてない、加工してないというか、あの野球やってる方であればわかるかなと思うんですけど、グローブですね、グローブで、あの久保田スラッガーみたいな、ミズノと久保田スラッガーのグローブのその最初の質感と全然違うじゃないですか。なんかそんな感じ伝わるかな。で、この青の部分ですね、ここがまた絶妙な色味で、でもほんまにこうパッと見っていうところに関してはですね、まあありそうなカラーリングかなと思うんですけど、ちゃんと見たらこのカラーリングって絶妙すぎて他にはないなっていう。で、このクリアパーツの部分ですね、ここもジョーダン5のクリアパーツって変色したら大体こんな感じになるじゃないですか。で、もう最初からこれなので、その変色も気にしなくていいし。で、またこのアママニエルコラボ、またこれ細かいことやってんだと思ったのはですね、このサイドのこのクリアパーツのこのメッシュになってる部分とですね、この履き口の素材、ここにですね、そのアママニエルのこの A のロゴですねっていうのがこうブワーってこう敷き詰められてるんですよ。めちゃくちゃ細かいやんと。で、普段ですね、僕ジョーダン5なんですけど、そんなに数は持ってなくて、ただまあ歴代のジョーダン5の中でもこれがもうダントツにかっこいい、一番好き。ただまあこれを買うまでですね、届くまでにまあいろんな経緯がありましたよね。まあ11月の半ばぐらいですか、その海外の方で抽選申し込んで、んで当選メールが来てめちゃくちゃテンション上がって、でまあ海外での抽選やし、まあ届くまでにちょっと日にちはかかるやろうと、まあ2週間ぐらいでかかるのかな、まあ12月頭ぐらいまでには届くかなと思ってたら、まあ届かん。発送通知も全然来えへんで、結局届いたのが1ヶ月後。さすがに遅すぎ。ヒント、なんかまあいろいろあったっぽいんですけど、まあ届くまで時間かかってですね、いつ届くんやどうなんや思ってですね、もうずっと待ってたわけですよ。そしたらその海外での発売、その抽選が終わった後に日本国内での発売があって、日本国内あるんかいと。でまあスニーカーズで結局そこで申し込んで買えなかったんですけど、まあ待つしかないと。やっ届いたと思って動画撮って箱開けたら、もうそのイライラを吹っ飛びました。めちゃくちゃかっこいいやんと。ということでですね、もう今年の1位っていうのはもうこれですね。
はい、ということでですね、まあ今年2023年に買ってお気に入りのスニーカーですね、トップ10を紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。まあ今年買ったスニーカーはですね、っていうところなんですけど、今までであれば多分買ってなかったであろうスニーカーっていうところもですね、まあちょこちょこ買った1年やったんですよ。まあ今回ランキングの中にも入ってたですね、アシックスのゲル NYC っていうところもそうですし、あとはですね、サロモンですね、の、XT6 であったりとか、まあここ最近流行ってるっていうところもありますし、まあどんな感じなんやろな実際っていうところもあって、ちょっとそこで気になって、でまあ買ってみようっていうところなんですけど、まあ履いたら履いたでやっぱこう人気の理由っていうところも分かりましたし、まああとはやっぱりですね、まあ普段買ってないスニーカーの筆頭で言えばですね、今年の頭1月に買ったこちらですね、ヴィトンのスニーカーですよ。普段であれば 100% ヴィトンのスニーカーは買わない俺。っていうのも去年一昨年とですね、いろんな YouTuber の方にですね、そのお気に入りのスニーカーっていうの、その年に買ったお気に入りのスニーカーっていうところを聞いた動画を上げたんですけど、まあそこでヴィトンのスニーカーがまあ出てくるわけですよ。特に LV トレーナー。まあそれもあってですね、まあヴィトンのスニーカー一足も持ってないし、まあ気にならんことはないし、まあ気になるし、まあそろそろ一足買っておくかというのでですね、まあ1月にヴィトンに行ってですね、LV トレーナーを買う気で行ったんですけど、まあこれがあって、個人的にはシルエットボリューム感めちゃくちゃいいなと。LV トレーナーもですね、店舗で試着させてもらったんですけど、全然こっちの方がしっくりきて。で、これを買ったんですけど、まあね、頻繁に履くわけではない、これに関しては。ある程度履くタイミングっていうのは考える。けどね、まあこういったスニーカーっていうところも買いましたし、まあニューバランスも今年はよく買ったなと、ワープドランナーであったりとかいろんなスニーカー買いましたし、あとはアディダスもちょこちょこ買った1年でしたね。結構比較的いろいろ買った1年やったかなと。まあ来年ですね、2024年に関してはですね、まあ今のところでもちょっと前にナイキがですね、その発売するスニーカーっていうのを7足が、発表してたんですけど、まあその中にも気になるスニーカーっていうのはあるわけですよ。ただまあ定価はもうこれ以上上がらないでほしいです。ご覧いただいている皆様はですね、今年買ったスニーカーの中で一番お気に入りのスニーカーは何ですか？もしあればぜひコメント欄に書き込んでいただければなと思います。で、あとですね、今回トップ10で紹介したスニーカーのレビュー動画っていうところのですね、リンクも概要欄の方に貼っておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧いただければなと思います。ということでですね、まあ、この動画が上がってる数時間後にはですね、もう2023年から2024年に変わってるということでですね、今年も1年本当に皆さんお世話になりました。今年も1年動画をご覧いただき本当にありがとうございます。はい、ということで本日はですね、今年2023年に買ってよかったスニーカートップ10を紹介してみたという動画でした。本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いいたします。また次回動画、来年お会いいたしましょう。 See you next year! バイバイ。